いらっしゃいませ。クレーマーですか？失礼すぎませんか？しょうがないよ。しょうがなくないです。唐揚げ一つください。すみません。まだ温め始めたばかりでして。ならしょうがないか。唐揚げってありますか？話聞いてんのか？ありますよ。うち嫌われてるんかな？そっちの赤いのポイントカードは？あ、嫌われてるようです。お弁当は温めますか？温めてから聞くな。ヘロ本は温めますか？んなもん温めんな。お願いします。お盛んですね。カオスが止まらない。温まるまで少々お待ちください。うちのは勝手に温められたんですけど。あ、こちら賞味期限切れの商品ですね。腹を下さないことを祈ってください。商品変えてくれよそこは。頑張ります。頑張んな。今年から新しくエビフライを商品化しようかと悩んでます。商品化してないなら言わないでくれます。私がさっきつまみ食いした焼き鳥いります。何つまみ食いしてんねん。どれくらい残ってます？6割です。買った。うちはどこから突っ込めばいい？もういい。店長呼んできてもらっていいですか？それうちのセリフなんですが、店長来ませんね。私が店長ですからね。お前かいな。